劇場版アニメシドニアの騎士相次ぐ星、監督の吉平タディ忠宏です。騎士道というところにおいて、その中世の騎士道とは当然違うものだと思っていて、そのシドニアの騎士というもの、その言葉自体は作品タイトルでもありますが、シドニアを守る英雄としてのそういう言葉の意味があると思っています。そこに対してですね、自分の身を一身に放り投げて皆のために立ち向かっていく姿、あるいはその自分の本当の気持ち、自分がしたい行動すらも抑制して誰かのために身を投げ出すその勇気と覚悟みたいなものが本作の、まあ、騎士道だと思っていて、そしてこれはこのアニメにおいての、非常に重要なファクターで、10年後の永手が10年前の時から思っている思い、あるいは現在地点で思っている思い、ドラマの中で生まれてくる強い個人の感情、そういったものを振り切ってシドニアのために自分の体を犠牲にするかのように突入していく姿というもの、これがシドニアの騎士として非常に彼はふさわしい活動行動を熟考しながら選んでいった、その愛情、愛のある姿というか人間愛のある姿というのが一つのテーマと関わってきているんじゃないかなというふうに思います。小林館長自体はですね、名誉欲があったりだとか出世欲においてポジションにいるわけではないんですよね。その自分がやるしかないというようなその状況の中において、自分が本来見せたいその女性としての気持ちであったり弱々しさみたいなものを全部乗り越えてですね、あるいはその全員の命を一人でも多くその命を守っていくために彼女はいつも苦しい決断をしていくわけです。その、その時の彼女の中のギャップ、それを110年というようなスパンでずっとやってきてきた中の心の疲弊でも、みんなに憎まれてもみんなのことを誰よりも思っている、たった一つの命ですら大事だというような、その上での非常の決断というのはまさに小林館長にしかできないその大人の深みだと思っています。これはその小林の世代のドラマでもあるんだと、小林の世代にうまくいかなかった輪廻を永手世代が断ち切っていったり、あるいはもっと若い浜形とか世代が、浜形橋根という世代がまた何らかの形で関与して大きな歯車が回り出して帰結に向かう、なので非常に重要なシドニアを代表するその女性として、そして館長として過ごしてきている彼女が、永手の、そしてそこの奥に感じる斉藤裕樹の思いを感じて勇気づけられるというのは、非常に大人のドラマとして僕は見応えがあるし、大原さんの芝居も本当に素晴らしい、呼吸一つとっても胸を打つような芝居をしてくださって、感動のシーンだし、シドニアの世界に深みを与えてくれたと思っています。思い と、表現は別物であるんだということをお伝えしました。そのクライマックスの場面ではお互いがお互いを思い合い、その決死の行動をしていくわけですけども、その時に、強く打ち出す思いは、永手が感じているものはよりストレートに出していくべきだし、逆に紬に関しては逆なんだと、相手のことを思っているから思うがゆえに言葉が出てくるんだよと、何の説得をしようと思っているわけでもない、自分のエゴをぶつけているわけでもない、その何かを犠牲にしても相手の願いを叶えたいというような思い、それを、受け止めきれない永手というような、そういう場面であり、思いは重なっていて、芝居は重なっていない、そういう場面を作ってほしいというふうにお願いしましたね。永手と紬というのはもちろんなんですけど、今作でしっかりとその帰結をしてあげたいというふうに思ったのは船戸でしたね。本当にその一期二期と悲しい人生を送ってきて、
まさにそのシドニアの騎士になろうと思っていた彼のその没落人生というか、頑張っても頑張っても裏目に出てしまう彼がその何ができるのか、どういう力を振り絞って、決意を振り絞って行動できるのか、そういったところをもってして長手との対比も合わせてシドニアの騎士というその騎士道が描かれるんじゃないかなというふうに思っています。本作シドニアの騎士は、劇場のためにあるいはドルビーアトモスでの上演もありますけれども、ドルビーアトモスを意識して、コンテワークの時からそれを意識して、その宇宙の壮大なあので圧倒的な立体バトルみたいなものをエンターテインメントとして十分に楽しんでいただきつつ、さらにその人間の普遍性、人を思うその願いみたいなものであったり、恋愛も含めたいろんなドラマが含まれている作品です。 SF だからとかロボットアニメだからというふうにですね、身構えずにですね、すごいエンターテインメントが、すごい世界観のエンターテインメントがあるぞというふうに思って、ぜひ劇場で大きなスクリーンでその映像を見て、そして立体の音響で全身で感じてもらえたら嬉しいなというふうに思います。新宿バルト9ほか全国劇場にてロードショーになります。皆さんぜひ劇場に足を運んでシドニアの騎士の完結編を体感してみてください。